38考える生ティーン。皆さんどうもメリークリスマス。メリークリスマス。はい、叩いてね。あと1週間あるんだよね。そうですね。うん、俺、うん、確かに前回の番組で次はイブだとか言って1週間間違ったみたいな。うん、もうどうしようもない。そうですね。どうしようもないですよね、本当ね。もう最近ね、いやー、コロナの後遺症ですかね。これコロナの後遺症ですか。かかっちゃってますか。元々だよね。元々あのケアレスミスが多いっていうね。はい。なわけでまあ今日朝の番組をたまたま見てて、ちょっと、はい、朝起きてたもんな。朝の番組たまたま見ててこんな感じになってたからセットが、これちょっと合わせていこうと思ってちょっとね、こういう、かわいい感じになってます。はい、ダンサンタです。はい、ダンサンタ、ミッチェルサンタで、まあ下は普通の黒いズボンっていうね。半分だけ見えてる。そうあのなんていうかな、まあせっかく映ってないのに言っちゃうっていうね、どうしようもないんですけれども、今日も番組やっていきたいと思います。ダン・ハルタカとそれからアシスタントの、はい、川島はるかです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、前回もう分かんないけど、多分第15回目のゲストだったと思うんだけど、吉村悟さんの、動画に出演ねしてきたっていう話はちょいちょいしてたと思うんだけれども、はい、なんかやたら一つだけ再生回数が伸びてるのがあるんだよね。あれタイトルじゃないですか。タイトルなんかね、一体どういうつもりでみんな。いや、なかなかと思うんだけども、まあでもやっぱ実際見るとさ、なんていうかね、まあちょっと、ちょっと軽く出してみますけれども、何のこっちゃわからんと思うけどな、こんな感じでですね、だいたいどの辺なの？だいたい何分ぐらいだっけ？動画自体ですか？20分ぐらい。うん。これ拡大をやめてもらって、これ YouTube なのかな？ YouTube ですね。YouTube？ これもうダウンロードしてもらってんのか、もしかして。そうなんだね。うん。これサムネを出してもらうと、なんだっけな。女子が、キック女子が、股間蹴りしたらとか、なんかそういう、結構、えげつない、確かにそうなんですけど。まあ、キックボクシングをね、ずっとやってんだよね。そうですね、やめますね。家にサンドバッグあるぐらいだもんね。サンドバッグあります。実家にあるんだよね。好きすぎて買っちゃいました、サンドバッグ。東京にはないの？東京にはないんですよ。ちょっとさすがに大きいので置けないですね。あ、サンタさんプレゼントした方がいい感じですか？ぜひお待ちしてます。いやいや、皆さんがサンタさんなんで。これね。この YouTube の、これ、稲妻、格闘技情報稲妻というチャンネル。これが、3つ動画があるんだけど、これだけバック上がりしてて2600回。私が前回見た時より1000回ぐらいまた伸びてる。そうなんだよね。これまだ行くね、多分。まだ行きますかね。やっぱこれ、このキック女子が股間蹴りするとこうなると、このタイトルがやっぱりなんだ、パワーワードなんだろうね。いや、まあちょっと実際にどんなのかっていうのはまあね、こんな感じですよ。めちゃくちゃ思い切り蹴らせていただきました。このなんていうの、あんま格闘技詳しくないけど、やっぱこのひねりがやっぱ入ってんだよね、多分ね。これ感じに入ってますかね。多分一部のファンの方は蹴られてみたいと言ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、ね、ありがとうございます。まあよかったらツイッターにコメントくださいということで、はるかちゃんの気分次第ではもしかしたら通報される可能性もありますからね。気をつけて。どっちが通報されるかちょっとわかんないですけど。なんで？あ、私が通報。だって向こうはだってされたいって人だから、こっちがされることないじゃん。あ、じゃあ大丈夫ですか。うん、そうね。うん。まあ今法律難しいからさ。そうですね。そうだね。そうだね。いやいやいや、このねじり鉢巻きのおじさんがいい味出してるよね。ねじり鉢巻きのおじさん、ねじり鉢巻きのおじさん、なんだっけ、ね、久江さんの時も、久江さんのあれクラブマガド、俺同じ？あ、そうです、同じ先生に。多分そうだよね、同じジムだよね。はい、場所はちょっと違うんですけど。あ、そうなの？そうなんです。なんかリニューアルで渋谷の方に新しい店舗出されて、あ、久江さんはそのまだ移転する前の店舗で受けてるので。そうなん、へえ、先生は一緒だけどジムは違うん。そうなんですよ。へえ、面白いですね。すごく丁寧に教えていただいて。なるほど。はい、あ、
これもう実際もう使える状態になってる。いやどうですかね。さすがに1回ではちょっとやっぱりなかなか経験値積まないとですね。そうだよね。いざやっぱりそういうことに対面したときにサクッとできるかっていうと、サクッとできるかっていうと、やっぱ難しいんじゃないですかね。うん、これであの演劇の時とかにサクッとやっちゃうと大変だしな。反射的にすいませんとか言ってね。それはちょっと危ないですよね。こういう役なんですけど。困っちゃうよね。困っちゃいますね。困っちゃいますね。ちょっと怪我になっちゃうね。それだけは気をつけていただきたいって。いやいや。大丈夫です。護身術はいや特に越したことないと思いますけどね。まあそうですね。うん、男の側も安心だよね。まあそうですよね。ね、うん、彼女が戦闘能力高い方が安心。うん、自分が食らうとかそういうことは考えてないと思うけれども。うん、いやいや、まあぜひとも皆さんあの、うん、じっくりご覧いただければというふうに思います。うん、はい。こ、はい、れから今日が実は今年最後の放送かな。そうでしたね。ですね。はい。はい、皆さん良いお年をっていうのが多分エンディングトークになると思います。うん、先に言っちゃう。なんかもうね、この帽子かぶるとね、もうこれでもう達成感出しちゃってさ、もうあと何、いや今日 大事なことを喋ろうと思ってんだけど、はい、いや今日はね、そういえばね、自分の話ってしたことないなと思って、うんうんうん、そうですね。そうそう。でそれをちょっとしようかなと。あんま得意じゃないんだよ。自分の話すんの。はい。なんだかね。引き出すのは上手だけど、あんまり自分からは進んで言えない。聞いてる方が楽しいからね。だって自分のことは別に、まあ、ってなっちゃうんだよ。そういうやつだから、はいはい。でもまあ話しといた方が、うん、あの皆さん的には。いいのかな、分からないんですよ。気になりますよね。気になるんですかね。気になりますよ。どうなんでしょう。そう思っていただけると今日は、というわけでね、テーマ発達障害とパーソナリティということで、マイノリティだ。マイノリティ。さっきあの、ね、パーソナリティ障害っていうのをちょっと調べたら間違えちゃった。発達障害とマイノリティというテーマでちょっと本日は、お送りしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではオープニングムービーどうぞ。間違いないで欲しいのはね、これあの皆さん意外と分かってなかったりするんだけども、因数分解はイコールでつないでるわけです。イコールっていうのは要するにイコールでつなぐっていうのはどういうことかというと、 A イコール B っていうのは A と B っていうのが全く等しいという意味ですよね。はい、これは A イコールだから 3t3 乗プラス192を因数分解せよというのは、これと全く同じもの、つまりイコールでかた、イコールでつないだ上で、なんとかかけるなんとかとか、そういう、要するに掛け算の形に変えてくださいね。これが因数分解。だからイコールでつないでるから、全く同じじゃないといけないわけ。ね。それに対して、同値というのはあるよね。うん。あれは何だったかというと、例えば 3t3 乗プラス192イコール、まあ、例えばですけども、これが、36だったとしましょう。イコールね。これが36である。この式の意味というのは何かというと、これは
T を3乗したものを3倍したものね、プラス192、それに192を足したら36になるという意味じゃないですか、ね、これは T の条件なんだよ。つまりこの式が表すのは T という文字がどういう条件を満たすのかというのを表す式なんです。まあそれは今回 T の三次式で表されている式だから T の三次方程式とか言ってるわけですけれども、これが表すのは T の条件です。その条件と全く必要十分なもので書き換える、これが同値変形なわけだ。だから同値変形で表す、つまり必要十分というのはその条件が満たす真理集合が全くぴったりイコールである、これが必要十分条件の意味だったわけだよね。皆さん、集合の範囲でも、心理集合というのを皆さんもやってるはずです。はい。だから、この式が示す T の条件と全く同じものとして、それぞれ、こちらの式とこちらの式を両辺3で割ったもの、T の3乗プラス64イコール12というのは、全くT の条件としては同じ意味、必要十分であるから同値変形できる。当然これも T の条件式なんでしょ。イコールで結ぶ場合に関しては、こっちの式とこっちの式が全く同じものにならなければならないんだから、これが3でくくれたとしても勝手に3を落としてはいけないわけ。なぜならこれとこれは必要十分条件として同値ではあるけれども、これとこれは左辺同士はイコールにはならない。左辺と左辺はこれはイコールにはならないわけですから、因数分解の場合もこれ3でくくれた場合は3をここにちゃんと残しておかなければならない。いや、意外と初歩的なことなんだけど、こういうことが分かってなかったりするからね。ものすごく大事なんだよ。基本が一番大事なの。基本が分かってなかったらその先には絶対進めないんだから。うん、いつも言うように、九九ができない人には割り算できません。その先も絶対無理、分数も無理、小数も無理、当たり前のことなんだよ。そうするとね、対話してるんですよ、この土の微生物と。そうでしょうね。そうなんですよ。なんかね、農薬もね、何もしないでね、愛情たっぷりです。声ダメとか言うたじゃないですか。あれは絶対ダメだって言ってましたよね。あれ腐敗なんですよ。はいはいはい、腐敗じゃなくて発酵なんですよ。種が余ってしまいましたね。ちょっとね、これどこまで、ここはここまで、ここ全部植えました、はい、ここまで、はい、もう入ってます、入ってます。なんでニンニクだったんですか。美味しい収益が一番上がる作物だったんです。あ、そうなんですか。売るからには儲けなきゃならないんで。売るんですか。売りますよ。あ、売るんですね。そうなんだ。農業って大変だ。Good exercise。 これ機械がないけども、農家ってすごいですね。そう考えたらだからやっぱ馬か牛でしょうね。あー、そうですか。そうですね。Oh my god。 1回だけかよ。 There is a toilet Hole in the groundですけど、自分が今からやれっつうの。そう、だから東大に子供を行かせたいんだったら、まあお母さんやめさんこれ、あなたが東大に入りなさいと。うん、そしたら娘もそんな気になるかもしれませんし、ね、かもしれないし、ならなくてもいいし、ああいいか。お母さんがね、幸せそうだったらね、なんかね、考えるんですよ。はい、それでは、長いムービーご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。ど
とこから話せばよいのやらね、はい、サンタの服をあの浴衣みたいに着るなとかねそんな話とかですね。あとこれアーカイブで見ると左上のところにこれ入っちゃうんだよね、あの鳥小屋ずりアーカイブってね、あそこにテロップ入れたらあかんなって今更思ったりとかですね。まあ反省は、まあ、髪の毛ボサボサすぎるだろうとね自分で聞いといてうんって言われて、うん、あの落ち込むっていう、まあどうしようもない。いや伸ばしてるって聞いてたんで、ね、まあ伸ばしてるんだろうなと思いつつ、うん、まあ、ボリューミーになってきて、いやボリューミーっていうかさ、多分あれはあの寝癖がひどいだけなんですよ。セットの問題ですね。やっぱ一回シャワー浴びないとリセットされないんだけど、まあそうですね、そうシャワー浴びれない時があるのかな、はい、うん、いやもしかしたらそれまでサンタをやってた帰りだったかもしれない、かもしれない、うん、サンタ帰りかもしれない、サンタ帰りだったのかな、うん、かもしれない、多分そうだと思う、うんうん、まあそんなことはいいんですけれども、まあ、塾なんかやってます。塾ね、名前変えたんだよねこの前、うんうん、だからちょっと番組の名前もちょっと変わるかもしれないですけれども、あ、そうなんですね、はい、うん、あのスタディエイトっていう名前でやってたんですけれども、いまいちこれがねピンとこない人が多いんじゃないかっていう、うん、自分の中の勝手な、勝手なじゃない、多分そうなんだろうねそうなんだ。スタディエイト自体も考えたのはご自身で、うん、私だったんですけども、 そうなんですね、うん、あんまり何も考えずにつけたんですね、うん、ちなみにエイトって何だったんですか。エイトはまあ無限の可能性という意味があったんだけども、そういうことですね。まあまああんまりね、スタディエイトってなんだよっていうのがあの聞かれるとね結構腹立つんだよね書いてあるだろうって思っちゃうんだよ俺そういうやつだからいやホームページでもどこにでも書いてあるだろうと思うんだけど、やっぱそこまで興味ないからさみんな、うん、初見の人が、うん、だからやっぱり名前って大事で、うん、一目見てやっぱ分かるような名前にしとかないといけないよね。なるほど、うん、でやっぱ鳥越アズリ FM もやっぱラジオだラジオだってやっぱ言うんだよねみんな。あれもね、俺やっぱ毎回なんでなんだろうなってやっぱ思うんだけども、うん、やっぱそれだけ名前ってやっぱり大事なんだと、うん、印象ついちゃいますからね、うん、ついちゃうんだよね、うんうん、だからまあそれでちょっと名前を変えようと思って、あの、うん、勝者は 1% 塾という名前に変えました。なるほど、はい、はい、うん、どうだろう、分かりやすくなったのかな、分かんない、分かりやすくなったなったどうなんだろう反応見ていかないと分かんないよね。まあ塾っていうのはちょっと分かるようになったんじゃないかっていうのと、うん、勝率 100% ではないんですね。勝率は 100% ですけども今のところ、はいはい、勝者は 1% の、うん、まあこれですね。まあ要するに、僕の塾はですね、あの、はい、一般受けしなくてもいいと思っているので、うん、世の中の 1% の人が、あの、まあ、世の中の 1% の人が受けたらとんでもないことになるんだけれどもまあそういうぐらいの感覚でね、うんうんうん、まあ周りに100人いたらそのうち1人が受けてくれるような、うん、そのぐらいの感じで、あの、やっていけたらいいかなっていうのと、うん、まあ大体今の資本主義の世の中でね、成功者っていうのは大体 1% ぐらいですからね、うん、結局そのマイノリティというものに対する考え方、うん、要するにマイノリティこそが意味嫌われるものではなくてですね、実際には成功すべき人間か、あの、まあ、限られた人間なんだよっていうメッセージをちょっと出していこうかなということで、うん、まあその 1% 目指してっていうわけじゃないんだけれども、なんかその、あんまりその周りの同調圧力とか、同調圧力とかっていうとなんか、やたらネガティブな響きなんだけれども、なんか周りに合わせなきゃいけないとかそういうことじゃなくてね、うん、自分自身の、自分らしさを実現していく、それ、うん、それを極めた時に別に自分がマイノリティになってもいいじゃないかみたいな、まあそういったメッセージですね。そうですね、うん、それでまあ勝者は 1% 塾という名前にしてみました。なるほど、はい、うん、また変わるかもしれないんだけど、それこそこれも聞かれそうですよね、うん、なんで 1% にしたのとか、あのホームページを見てくださいとかって言っちゃうかもしれないそれ説明できないといけないんだよね、まあ、分かってるの、分かってるんです、ね、ダメなんだよね俺ね、本当ね、多分また聞かれると思います、うん、もうセールス能力ゼロなんで、うん、すいませんすいません、もうそんなやつなんですけども、ちょっとこんな感じでやっておりますので、よろしくお願いします。で、まあ、それに絡めてじゃないんだけれども、今日のテーマちょっと、はい、発達障害とマイノリティということに関してちょっと喋、はい、ろうかなと、はい、思います。まあ
なんでこのテーマをまあやろうかなと思ったかと言いますとですね、まあ理由はいろいろあるんですけども、発端はですね、まあちょうど先週の金曜日ね、はい、友達と飲んでたんだよ、はい、まあ、多分知ってる人だと思う、うん、多分知ってる人です、多分知ってる人だと思うんだけども、はい、その人にですね、うん、お前は多分、うん、ASD だよねって言われたんだよ。うん、ASD っていうのは要するにアスペルガー症候群ってやつで、はい、まあ、発達障害の一種なんだよな。ほうほうほう、うん、で、私はそもそもその発達障害という言葉に対してやっぱいいイメージがなかったんですよ。うん、で、現在も多分その世間一般で思われてるイメージとは多分違うものを持ってる。すごい持論を持ってると思うから、別にそれが正しいとかどうとかそういうことじゃなくて、うん、まあただですね、なんだろうな、ちょっとそれについて考えさせられた機会だったんですね、はい、それはそのなんだろうな、まあ俺ばっかり話しててもつまんないから、なんかその発達障害というものに対してどういうイメージ持ってますか、ちなみに、うん、正直全然詳しくなくて、うん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 、もう言っちゃえばさっきと一緒ですけど、名前だけ見ちゃうと、うん、やっぱりなんか一種のこう発達障害なので、うん、こういわゆる他の人ができるけど、うん、できないことが多い人っていう印象はちょっとありますね、うんうん、はい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 、いやそれは間違ってないです、うん、発達障害ってすごく広いんですよ、はい、エリアが広くって、うん、その中にはいわゆる学習障害と言われるものや、はい、知的障害、うん、要するに、まあなんだろうな、まあそれもいろんな知的障害がありますから、うん、まあなんでしょうね、まあ言葉この辺選ばなきゃいけないからちょっとややこしいんだけど、まあいわゆる、まあ、知的障害者の方とか、うん、それとか、あとトム・クルーズみたいな字が読めない失読症とか、いわゆる、うん、もう本当に独特なやつとかもあれば、知的には何の問題もないんだけれども、要するに精神的な部分で、うん、まあ障害を抱えている人、うん、まあ、俗に精神疾患と呼ばれるようなものではある、うん、はい、まあ専門的には精神疾患とは言わないらしいんだけれども、うん、あ、そうなんですね、さっき調べたらね、はい、あんま俺も詳しくないんだよ、だから、はい、とっても広い、うん、その中で俺も一緒で、障害ってなんか生まれ持った病気みたいな、うん、病気だからっていうので、なんか言い訳をしてるわけじゃないけど、言い訳をさせてるようなイメージだったんだよね、社会が、はい、うん、社会が、あなたは生まれ持った病気を抱えているので、うん、溶け込めないのは仕方ないんですよって、なんか優しい言葉をかけてるようで、うん、でもあなたが悪いんですよって言ってるような僕は印象だったから嫌だったの。ああ、なるほど、うん、なんかね、はい、うん、なんていうのかな、だから結局お前が治せよっていうように感じるわけよ、うん、あなたが治療してくださいと、うん、ただ本当にそうかなっていうのはやっぱりあるんですよね、うん、例えばそのマイノリティ、同じマイノリティでいうと LGBTQ なんかでいうと、はい、あれもまあ社会的マイノリティになるわけじゃないですか。そうですね、それはだから治療しなきゃいけないんですかっていう話でしょ、うん、なんか受け入れるためのネームな気もしますけどね、うん、受け入れるための、はい、なんか、うん、なんですかね、例えばその、うん、病気だったり精神的な疾患だったりとかって、うんうん、こう何かわからないものに自分がかかってたりすると結構不安じゃないですか、はい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 、なんで自分ってこうなっちゃうんだろう、はいはいはい、なんでかなってなるけど、うん、あなたはこういう疾患があるからこうなっちゃうんですよっていうと、うん、あ、そういうことがあるのかってこう受け入れられる一つのなんか、わかりますわかります、かなって思って、はい、うんうんうん、そうですね、それは絶対そういう側面は絶対あると思う、うん、だからそうやって言ってもらうことで、うん、あ、じゃあ自分はこれで別にいいんだみたいな、いいんだっていうか、まあ、うん、なんか安心するじゃないけど、受け入れる術というか、うんうん、そう、はい、なんか自分が原因が分かってホッとするっていうことは絶対あると思うから、うん、それで救われる人もきっといると思うんですよね、はい、だからそれはすごい分かるんだけれども、なんかね、納得いかない、障害っていうのがなんか納得いかないのかな、うん、まあでもなんでしょうね、言われてみたらその障害っていうのがその病気とかいうイメージというよりは、うん、まあハードルというか、うん、
周りに対してハードルを感じる、要するにまあ生きづらさみたいなのを感じてしまう現象として捉えるのであれば納得はできるんだけれども、うん、なんか難しい話になっていってしまっているので、うん、なんかそういうことを言いたいわけじゃないんだ、まあそれはいいんだけれども、なんか一つの個性だと思えればいいんじゃないですか、ね、はい、ええええええ、うん、そう、そうですよね、そうなんですよ、はい、まあそう、そういうことを、何が言いたかったかは分かんなくなってますね、私も迷子になってしまった迷子になってます、すいません、完全に迷子になってしまったんだけど、何が言いたかったっけになってます、ですね、はい、やばいな、あのまあそれでね、まあそういうふうに言われたのをきっかけとしてちょっと調べてみたんですよ、はい、うん、で自分の場合はね、うん、その結構なんだろうな、まああいつはおかしいおかしいとは散々言われ続けてきた人生であってね、はい、うん、ただそれを別に何とも思ってこなかった人生でもあるわけなんですよ、うん、なぜだかちょっとわからないんだけれども、はい、なんかなんなんだろうな、でも自分ではね別におかしいと思ってないのよ、うん、自分のことを、はい、うん、自分はもう真っ当な人間だと思ってるしね、はい、うん、ただ真面目とは言われたことあるけど、まともと言われたことはないんだよ、うん、基本的に、うん、なるほど、はい、その、まあ、ギャップみたいなものはやっぱりずっとあってね、うん、うん、だけれどもそのまあいわゆるその発達障害、結構最近多分世の中の認識が高まってきた多分ワードだと思うんですけど、うん、周りでなんか俺は実はそうなんだっていう人が最近やたら増えてきてって、いや私もいます実は周りに、あ本当ですか、はい、うん、いやもう僕の周りの友達は多分8割9割そうなんだよねなんかやたらそういうこと言われるからあそうみたいな、はい、そうだったんですかみたいな、うんうんうん、そうやって聞いたらみんなそう見えてきて、はい、そうなのかなとか、うん、なんかまあでもその中でも別になんだろうな、あんまりそれを悪く思ってる人はいないわけ、うんうん、正直言ってね、うん、そんな感じしますね、まあなんかそれを誇りに思ってる人もいるぐらいなんだよね、うん、うんうん、まあ多分何なんだろうっていう、うん、まあ、うん、そうね、さっき言ってくれた個性みたいなものとして捉えてるからそうなっているのかもしれないし、うん、でもまあその人なりに生きづらい部分はきっとあったと思うんだけれども、うん、でまあ自分についてね、それを考えてみたときに、まあお前 ASD だよってに言われて、いや別に医者でも何でもないんだよ、うん、いやそうなのかなってまあ考えたわけですよ、はい、で調べるとね、うん、まあそれらしき項目がないことはないんだけども、当てはまるんですね、でも全部当てはまるとも思えないわけなんですよ、うんうんうん、いや違うんじゃねえのみたいな、うん、うん、それでね、まあ困ってしまったのはあるんですよ。困ってしまったんですか？いや別に困ってないんだけどね、うん、別に困っちゃいないんだけど、はい、困っちゃいないんだけども、だから自分がわからないことってやっぱ自分ではわからないから、うんうん、相手がそう思うってことは、うん、それは幾分かの真実ってのは絶対あるわけじゃないですか。だからそう言われるならそうなのかもしれないと思う反面、うん、いや違うんじゃないのっていうのが一つと、はい、そもそもこういう研究をしてるやつらが、うん、本当に分かってるのかと、はい、その研究対象のことを分かってるのかと、うん、やっぱそのそうな人とそうでない人の間ではものすごい壁があるんじゃないかというふうに考えると、うんうん、実際にこのなんかいろいろ書いてあるのね、はい、このアスペルガーの人はこうだこうだこうだっていうこと自体がどこまで正しいのかみたいな懐疑的なものも正直あると、うん、俺の中では。だから、まあ、僕がそうであるかどうかはひとまず置いておいてなんだけれども、ただ生きづらさみたいなものはやっぱり感じたことはあったわけ、うんうん、過去を振り返った時にね、はい、うん、それはなんだろうな、やっぱり
分かってもらえないっていう生きづらさっていうのかな、うん、なんかそれはやっぱよくあったなっていうのが、うん、なんか思い出されたんだよね、はい、その話を聞いていろいろ考えてて、で怒られるわけですよ、うん、学校の先生にね、はい、お前はこうだと、うんうん、どうしても納得できない、うん、納得できないんだよ、うん、多分納得できたことないんだよね、うんうん、今でこそ分かるんですよ、その、うん、やっぱ人間としての経験を積んだっていうことと、うん、やっぱその人間というものについて長いこと考えてきたっていうことのおかげで、うん、その人が何を考えてこういう発言をしたのかっていうことは最近すごくよく分かるようになって、だと思うの、うん、自分ではね、はいうん、自分で思ってるだけかもしれんけど、分かるようになったんだと思いますよ、ね、だと思うんですよ、はい、ただね、うん、納得できないんだよ、やっぱり賛同する気にはなれないわけ、うん、全く今でも、あ、頭では理解しようと思えばできるけど別にっていうことですか、ね、その人が、うん、その行動や言動に至った理由っていうのは分かるの、うん、はい、だからこの人は俺がこうしたから怒ったんだろうなっていう原因は分かるんだけど、うんうんうん、でもその人の言ってる内容に関しては全く賛同できないわけ。おお、なるほど。うん。うん。なんかそういうものが括弧としてあるわけですよ。うん、自分には。なそういう障害なのかもしれないなって。そういうことなんですね。それを何というのか俺は分からないけれども。なんかね、うん、そういうのはあるなっていうのはやっぱり思うんですよね。自分が正しいとか正しくないとか置いといて、うん、納得いかないことはもうどうしても納得できないっていうのが、うん、もう本当にあるんだよね、うん、僕の中に。どうでもいいっちゃどうでもいいかもしれないんだけどね、うん、どうでもいいようなことなんだけども納得できないものは納得できないっていう、うんうん、それがもう態度にも出るし、うんうん、まあ相手は怒りますよね、うんうん、で怒られるわけですね、うん、でも私はいくつまでたっても首を縦に振らないから、うん、なんかものすごい嫌な時間が流れるみたいな経験はなんかよくあったなみたいなね、いやでもなんか私は悪いことじゃないんじゃないかなって思うんですけど、うん、こうなんかそこまで自分はこうだって思える芯があるってすごい素敵なことだと思いますけどね、うん、あの僕の場合はね、はい、自分がダメなんだと思ったことは一度もないの、うん、だから、うん、それはやっぱりね、いじめられたことがないんだよね、おそらく、はい、うん、これはね、ラッキーだったんですよ。いやなんかお話聞いててもやっぱり他の人と違うなっていう部分もありながらも、うん、こう周りの人がそんなダン君のことがすごい好きだと思ってるから、なんかちょっと変わってた意思を持ってたりとか、うん、ちょっと人と違う行動だったり考え方を持っててもすごい愛されてたんだろうなっていうのはちょっと話を聞いて思いましたね。それがね、どうなんですかね、実際どうなんですかね正直わかんないんですけどね、うん、ただ体が大きかったんだよ俺、はい、周りの多分3倍ぐらいでかかったんだね、3倍ぐらい、うん、うん、多分3つぐらい学年上に行っても俺の方がでかかったぐらいだったので、まあいじめられないよねっていうのとかももしかしたらあったかもしれない。だから結構そういう知り合いの中でも、うん、まあ、もちろん別に体が大きくなくてもそういう風な悪い方向にはいかない人もいるんだけれども、自分はやっぱいじめられててそれがムカついてっていう人もやっぱり結構いたんだ、うんうん、友達の中にはね、一、はい、人とかじゃない、うん、結構いたりとかね、うん、やっぱ理解されない苦しみみたいなものはもちろんやっぱあっただろうし、まあ、そういう意味では自分はやっぱラッキーだったかもしれないし、うん、まあ親が、私の場合はね、親が理解者だったっていうのもきっとあったんだと思うんだけど、うんうん、まあまあ友達もいたしね、うん、だからラッキーはラッキーだったんだけど、うん、となるとね、はい、やっぱそうなるとやっぱ
怖いなと思うのがやっぱ自分のようにラッキーでない人ですよね。うん、うん、自分のようにラッキーでない人がそんなことで簡単にその自己肯定感どんどん失われていって、うん、本来であれば磨けば光るものを持ってるような才能が埋もれてしまうっていう例は、まあ、山ほどあるだろうなって思うし、はい、もちろん回り道してね、うん、最終的にはゴールにたどり着けるっていう人もきっといるのは分かってるんですけど、うんうん、まあやっぱなんかそういう人のことを考えるかな。なんか、うん、それがね結局そのまあそれだけかどうかまだ分かんないんだけど、うん、なんかそういう人なんかまあ僕の中でやっぱその才能が埋もれていくのを見るのは結構辛いわけですよ、うん、なんであってもね、はい、別にあの発達障害であろうとなかろうとですけど、才能が埋もれていくのを見るっていうのが結構きつくて、だからそういう人に対してなんかまあ助けになれればいいかなっていうふうに思ってこの仕事やってんのかなとかね、まあそういうのを考えて、まあ、まあ今回塾の名前を変えたりとか、うん、まあしたわけなんですけれどもまあそのはるかちゃんが言ってくれたようにさ、個性として捉えるぐらいで、うん、俺いいと思うんだよな、その障害だなんだっていうよりは、うん、そうですね、はい、それを受け入れられない社会の方に問題があると正直僕は考えてるぐらいなので、障害に入れてしまうべきなのかと、うん、中にはその薬を投与して治療する人もいるんだよね。ああ、そうですね。そういったのもね、はい、いやまあ悩ましいというかね、それよりはなんかその人が生きる道がねあるようにまあ思うんですけど、まあ、僕が言ってそれ説得力があるかどうかわからないけれども、まあ、実際にそのまあいろんなやり方でね、まあ、あの自分の才能を生かしてやってる人たちをまあ周りで見てるっていうのは、うん、まあ、ラッキーなことでね、うん、まあそういったのをまあ番組でまあ紹介したいと思って、まあ、うん、まあ別にこの番組でやってる出てきた人がみんなそうだとは言いませんけれども、うん、まあそういったモチベーションはまああって、まあ、やったりはしてましたけども、うん、うん、でもなんか昔よりはちょっとマイノリティを受け入れられるような雰囲気は日本の中にも出てきてるんじゃないかなとはちょっと思ったりはするんですけど、そうなんですかね。なんかやっぱりこうLGBT に関するこう受け入れだったりとか、男性が女性の女性らしいファッションするとか、女性が男性っぽいファッションするとか、まあ最近だとテレビドラマとかでもこう男性同士女性同士の恋愛を描いている部分がちょっと一部入ってきたりとかしてて、なんかそういう部分をこう社会的にも受け入れていこうっていう発信とかはちょっとされてきてるんじゃないかなって思いますね、動きとしては。はい、だといいよね。そうですね、なんか別にまあそれに対して僕は懐疑的だとかそういうことを言うつもりもなくて、うん、かといって簡単なことではないと思ってますから、うん、やっぱりなんだろうな、まあ受け入れるっていうことがやっぱ大事だよね。そうですね、だし、うん、なんか分かろうとしないっていうのが大事なんじゃないかなと思ったりもするんだよね、うん、そうですね、なんか分からないことを認めるっていうのって、まあ、結構、まあ、ソクラテスが言った無知の知みたいなのってご存知でしょうか。うん、なんか名前だけ知ってるぐらいです、うんうん、あの知らないっていうことを知るっていうのは結構難しいんですよね、うんうんうん、だからまあ知ったかぶりっていうなのそれはいいんですけども、いやいや本当にわからないっていうことを認めたときに分かることってやっぱあるので、うんね、うん、そうなんですよね。だからなんかまあその辺はやっぱり
もうちょっと社会としてはね時間がもっとかかっていくと思うし、うん、多分なんか発達障害だなんだとかって言ってるうちはまだダメなんじゃないかって俺は思うんだけど、どっちかというとその障害を感じてる人が治療するっていうことじゃなくて、もっとこう社会として、うん、まあでもそれをやろうとしてんのか、まあそうね、まあどうなんですかね。でもなんか発達障害を持たれてる方ですごくなんか飛び抜けた才能を持ってる方っていらっしゃるじゃないですか、うん、まあ、そういう意味ではなんかこうやっぱりその人その人には素敵な個性を持ってらっしゃるので、うん、なんかねそんな風にくくらなくてもいいんじゃないかなとも思ったりもしますけど、個性でいいよ ね、うん、いいと思います。個性でいいと思うんだよね、はい、俺ね。それこそなんか私は海外に1年住んでた経験の中では、うん、やっぱりなんかこう向こうの方々ってみんな違うことが当たり前だと思ってるんですよね。もうそれはもう肌の色から、うんうん、もう体型だったり、うんうん、まあ、骨格も違うしとか性格も違えば文化も違って宗教も違ってって全部違って当たり前だから、うん、じゃああなたのことを教えてっていう感じなんですよね。なんかそれでいいんじゃないって思うのと、うん、そういうのがいいなって思います ね。でも海外にもいてるんだね、そういう名前は海外から来てるからね。そうですね、うん、まあ海外の事情は分かんないんだけど、でもやっぱ個性が認められるっていうのは海外の方がやっぱ強いしね。うん、そう思いますね。それはあるよね。うん、うん、まあそう、まあ正直僕はだからね、はるかちゃんみたいに海外に住んだ経験はないからさ、うん、あのちょっと言及はできないんだけれども、うん、まあそうな、まあそういったことをまあ思ったかな、まあ思ったし、うん、まあ自分がその教育をやってる理由っていうところで。まあそういった経験かな、かつての生きづらさを感じた経験、うん、例えばなんだ、え、何ですか、なんだったっけな、忘れちゃった、うん、え、あの宿題は家でやってくださいみたいな、そういうこと言われるわけですよね。あのね、どこでやってたんですかそれは。いや別に早く終わるからさ、はい、学校でやっちゃうんだよ。おー、はい、怒られるんだよ。ダメなんですか、家帰ってやれっつって、はあ、分かんないんだよ、はあ、なんでって、うん、宿題は家でやるもんですって言われてね、はい、みんなに言われるわけ、言われた、はあ、え、ダメなんですか学校でやったら。いやダメ、やる分量変わらないですもんね。私はダメじゃないと思ってるんだけども、うんうん、ただ先生がそう言いたくなる理由はやっぱ分かるよね。まあまあまあ、他の人も、うん、じゃあ私もいいでしょってなったら、うん、めんどくさいわけさ、教える側からしたら。もちろんいかに統率を取るかっていうところがやっぱポイントになってくるんだよね、まとめる側からしたら、うんうん、そこでどれほどの自由を認められるかなんだよ教師の課題は。なるほど、教師の側からしたらね、うんうん、だけれどもまあ合理的ではないから当然俺には認められるものではないんだけれども、はい、それをやっぱり先生が言うからといって信じてしまってる人もいるし、俺みたいに跳ねつけられないやっぱ子もいるわけ、うんうん、だそこだよね、うん、だからまあそういった子にさ、なんかその子の性格に合ったアドバイスもしてあげたりしたいよな、うんうん、だから反発食らいたくないんだったらこうやってうまくごまかしてやる方法もあるしさ、うん、先生の意思としてはこうだからもっとうまくやれとかね、うん、バレないようにやるっていう方法もあるし、うん、でも別に君の言ってる思ってること間違ってないと思うしとかさ、うん、なんかまあそういったアドバイス、あと腹立ったのはね、習った漢字しか使っちゃいけませんとかね。え、なんでですか。言われましたね。なんで、うーん、え、自分で独学でとか知ってる漢字使っちゃダメなの。ダメらしいよ。なんでですかね。周りが読めないからなのかな。そういうことですか。わかんない。なんかそれってなんかその子の才能を止めちゃってる感じしますよね。いや多分ね、何も考えてないだけなんだと思う。ほうほう、うん、何も考えてないだけで、うん、まあそういうことになってるからそうやって言ったっていうだけ、うん、まあ多分和を乱すっていう行動として認められたってことなんじゃないですかね、う
今でもあるかどうかわからないんだけど、でも今でもたまにツイッター見てるとそういう例は上がってきますね。おー、そうなんですね。はい、掛け算とかで、はい、ゼロの掛け算俺大嫌いだ。 15×20 で筆算でね、ゼロゼロって書くのがどうしても俺は納得いかなかったんだけれども、うん、それをもうやらせるわけさ、ドリルっていうのはこう点線で書いてあってね、うん、それをもう俺みたいなやつはもうこれバシッとバスで消してこうやって自分で、うん、答えだけ書いてるわけ、うん、怒られるんだよね、まあ、怒られる理由はわかるんだけども、うん、やっぱりねサラリーマンとしては失格だな、うん、そんな多分社員は嫌かなとは思うんだけども、うん、ただそれで才能が潰れてしまうやっぱ人は言ってると思うから、うん、なんかそういう人の逃げ道じゃないけれども、まあ、そういったものがものをまあやっていくっていうのがなんか自分のまあ教育者としてのやるべきことなのかなみたいなのはあるんですよね、うん、なんかでもお話聞いててやっぱりこう周りのなんか何ですかね、うん、受け入れ体制というか環境というか、うんうん、その人自身の受け入れ方でだいぶ変わってきちゃうなとは思いますよね。あ、はい、その計算の仕方でも、うんうん、そんなやり方があるんだすごいねって新たな見方を持ってるんだこの子って思えるのか、うんうん、こいつはなんかうちのルールに従わないやつだって思って罰をつけちゃうのかっていうのでやっぱり変わってきちゃうじゃないですか、うんうん、なんかやっぱり環境とか周りのね、うん、そういうのって大事だなって思いますけどね。やっぱりね、でも多分ね向こうの側からしたら、うん、なんでってなるんだろうね。なんでってなりますかね。なんでってなるんだと思うよ、うん、やっぱそれだけお互いに理解しがたい存在であるっていうことを認識してやっぱ接せないと、うん、条件反射的にそういうのが出ちゃうんじゃないかなって、うん、まあ今では僕は考えてます。これはもう推測なので、うんうん、僕はやっぱこっち側の人間なんで、はい、本当はやっぱ分からないから、うんうん、だからまあ分かる側の人間としてまあそうやった、まあ、1% の人がね、うんまあ、発達障害の中でも僕とは全然系統の違う人がいっぱいいるんで、うじゃうじゃ、うん、もうだから発達障害の人であっても何考えたらさっぱり分からん人もやっぱりいてるわけですよね、うんうん、だからまあ僕と近いような考えを持った人に対してなんかこうアドバイスができればいいなというふうには思うし、うんうん、まあただやっぱその僕としてはやっぱ独自路線でやってきたっていうやっぱり自分の中でのまあ強みだと思ってる部分があるから、それはやっぱりある種その余計なことを考えずに合理性とか効率性みたいなものをひたすら追求してまあ編み出してきたものだったりするんですね。それはだから決して発達障害とかでなくても、うん、生かすことは絶対できるはずだから、うん、だってそれが選ばれし 1% のメソッドかもしれないわけ、うんうんうん、いや自分でそうだとはまだ言い切りませんけどもいや心の中で思ってんだよ、うん、心の中で思ってるんですけど今は謙遜しておきます。ただまあおそらくそうではなかろうかというふうに思ってまあやってるし、興味がある人、特に自分らしさを追求して自分の道を行きたいっていう人にとっては非常にいいアドバイスができるんじゃないかなってやっぱ、まあ、思ってるんだよね。それは年齢限らずね、うんうんうん、全然そうですね、大人の人とかでも自分ってもしかしてそうだったのかなってやっぱ、うん、今更思う人もきっといてるだろうし、うんうんまあ、もちろん子供でもそうだし、うんうん、まあなんかそういったことに関してね、まあ、まあこれからも考えていければいいなというふうにまあ思ったという次第でございます。なんかまとまったのかどうかわからないですけど時間は時間ですからそんなわけで、ね、来ちゃいましたね、まあ、マイノリティというものをまあ考えるときに、うんまあ、それを一つ個性として捉えるということ、うん、それからまあ少数派であるということがまあ悪いことじゃないっていうこととね、あとやっぱりその
分かり合えない者同士がそっぽ向き合うんじゃなくて、いや分かんないのはもうしょうがないよねっていうので開き直って、やっぱり前向きに接するっていうことが、まあ、社会としてはやっぱ大事だと思うから、うん、はるかちゃんと言ったようにね、はい、でいいでしょうか、大丈夫ですか、いいと思います、おかしなこと言ってないですか、はい、大丈夫です、大丈夫です、うん、まあそうね、だからまあそういう社会にまあしていけるようにね、うん、まあ、これからも頑張っていければいいなというふうにまあ思っておりますということでした。はい、以上そんなダン君でございます。はい、日中サンタからの、プレゼントにはならないかそうですね、はい、というわけでまあメリークリスマス、それから、良いお年をね。ではまたお会いしましょう。それでは。